皆さん、こんにちは、大事です、えー。今日はタイトルにもありますけれども、えー、抵抗が生まれたら目標の一致というものに戻りましょうという、えー、話をしたいと思います、えー。抵抗ってね、何かって言ったら、まあ、こっち側が言ってることに対してね、いや、そう思わないとか、それ違うんじゃないかとか、そんなのしたくないとか、嫌だみたいな、まあ、露骨な抵抗をね、えー、クライアントからされることがね、コーチングでもありますし、まあ、コーチング以外でもね、そういうことってあるよね。 あと、微妙な抵抗っていうのもあるよね。いや、そうだよね、確かにそう思うとか言いながら、決して <laughs> 実際はそうしないみたいなね。で、まあ、コーチングで言えばね、やっぱりそうした方がいいですよね、分かりましたって言いながら、まあね、えー、やっぱり新しい行動を取らないみたいなことっていうのはあるわけで、それもまあ、ある種の抵抗だと。で、要は、そのなん何かやってみようとかね、言った通りにやってみるとかっていうことではないっていう状態なので。で、まあ、もちろんそれで、 いいいいっちゃいいわけですよ他人なんででもねなんかこの、えー、我々対人支援職としてねで相手のこう課題をね相手がクリアしていくのを手伝うっていう時にねまあこっちが言うことをまともに取り合ってくれないとかね、えーまあ、そういう状態では困っちゃうわけなんだよね。 まあ、一緒になって協力して何かやろうっていうことだしでね、まあ、向こうからしたら誰かの力借りてっていうのは相手が我々なわけだから、ね、そういう意味では、まあ、我々が言ったことをねなんか、まあ、とりあえずは真剣に考えてくれたり試してみてくれたりする関係性の方がいいんじゃないかなっていうことなわけだよね。で、えー、NLP なんかではねこの抵抗が生まれたりとかそのラポールが切れるって言い方しますけれども、まあ、親近感信頼感つながりみたいなのが切れて。 ししままっったなっていうううにににはととかくもう1回そこに戻りましょうと、ええ、みたいな教え方をしてて、それは本当にそうだと思うんだよね。なんか抵抗を生まれた時に抵抗させないように何とかしようじゃなくて、もう一回ね、そのつながりがちゃんと強固になるとかね、信頼関係が強固になるところに戻っていきましょうと。 でそのために何したらいいかってもちろんいろいろあるわけ相手の話聞くのもそうだし相手のやってることに合わせて見るもそうだしとにかく抵抗したことを引っ込めてね抵抗相手がしたことを、ね、こっち側も引っ込めてみるっていうこともそうだしいろ、まあ、んなやり方ができるんだけどやっぱりね最も大切なのが、えー、目標の位置に戻るっていう話じゃないかなっていうことなんだよねで要は何のために我々は一緒にいるんだろうとか何を目指して一緒に進んでいくのがいいんだろうっていうことをやっぱりもう一回相手と話し合うっていうところに戻っていくっていうことでね 今日は一緒に何ができたらいいんだろうとかね、えー、一緒に協力して、えー、どんなことが起こったら成功なんだろうとか、もしくはね、何に関して我々は協力できたらいいんだろうっていうところにやっぱり話を戻していく。でこういうことじゃないかなって提案してもいいし、どういうことだといいと思うってやってもいいし、でその中で、あそか、じゃあこのことに向かって協力していけばいいんだねっていうことをあのもう一回明らかにするっていうことがね、実は抵抗が生まれたりとか、その信頼感とかつながりが切れたときに一番重要であるっていうのは、ドライカーズかな。えっ、ー、と、アドラー派のね、えー でですすけけれどものまあ、教えなわけですぜひね何かこれコーチングの時もそうあれなんかクライアントとおかしいなと思ったら、えー、もう一回目標の一致、ねえー、何に向かって我々一緒にいるんだっけっていうことを話すところに戻ってみるとかねもしくはこういうことに向かって一緒に協力しようっていうところにでスタートしたはずなんだけどねあのどうだろうかっていうことをもう一回聞いてみるのもいいよねまあ、みたいにそこに戻っていくでこれは、えー、会社でねチームのメンバーと仕事する時もなんか。 かみ合わないなとかずれてんなとかね反対されてんなと思ったら、ね、そもそもゴールって何だっけとかね何に向かって一緒に進んでいくんだっけってことをやっぱ確認するまあ親子でもそうだよねなんか無理やり親が何かやらせようとすると抵抗しますけれどもそれを何とかしようとするんじゃなくてお互いの、ね、一致する目標って何だろうねいうことを考えてみるとか話聞いてみるとか話し合ってみるっていうことが大切じゃないかなという教えです、えー、抵抗を感じたら目標の一致に戻ろうというお話でしたそれではまたバイバイ